子どもが主役の町、廿日市宣言。廿日市町の松本太郎です。この町で子育てがしたい、そう思っていただけるよう、廿日市では地域や行政はもちろん、企業なども一体となってオール廿日市で子育てを応援していきます。そこで廿日市市では子どもが主役の町、廿日市宣言を宣誓いたします。子どもが主役の町、廿日市宣言。子どもたちがたくましく育ち、笑顔あふれる町、この町で子どもを育てたいと思える町、そんな活気にあふれ安心感とぬくもりのある町であり続けたい。そのために廿日市市は子どもたちを取り巻く環境をまっすぐに見つめ、子ども子育て世代の声を聞き、町全体で見守り応援し、未来を担う子どもたちがさまざまな体験を通して町に愛着を持ち健やかに育つ、子どもが主役の町の実現に向けて全力で取り組みます。令和6年2月14日広島県廿日市市長松本太郎。オール廿日市で子ども子育て世代を見守り応援していきます。オール